実際ここで実際絵を今日は描くわけじゃなくて作業工程をこのスクリーンショットで見てもらおうと思うんですけれど、じゃあよろしくお願いします。一回別の国のイタリアかな、イタリアのイベントの時には、実際アナログで描いたものをその場でスキャンしてデジタル作業して完成するってことをこういう場でやろうとしたことがあるんですけど、時間が足りなくて全く進まなかったので、ちょっと今日はその反省点を生かしてこういう感じになってます。僕の漫画は、そうですね、やり方としてはそのさっき言ったみたいにアナログの線 と、デジタルの処理っていうものを掛け合わせたもので、今はそんなに珍しくない、日本の漫画家の中では珍しくないやり方になってます。ただそのデジタル作業っていうのは僕がやりだした時からこう徐々に洗練されてきたものなので、僕自身の漫画の中でもどんどんクオリティっていうのは上がり続けてるんですね。でこれを見てもらうと分かるんですが、これが、15年ぐらい前に、書いていたソラニンっていう漫画の、これラストページなんですけど、これはまだまだちょっと処理が下手で、すごいこうデジタルカメラの素材を加工しただけみたいな感じになっちゃったんですね。それをちょっとずつ漫画の絵の良さみたいなものを意識して描くようになっていったのが、次の画像になります。で、これが今一番、最新作でやってるデデデデっていう漫画なんですけれども、なるべくこうアナログの線を追加することでわざと絵の正確さみたいなものをなくして、より絵の良さっていうものを意識しながら描いてます。でちなみにこれが僕の作業場所なんですけど、僕はもう一日中ここにいて、あとは一日に 3,4 回コンビニに行くだけっていう生活をしてます。で、これが、アナログの原稿になります。でこれをフォトショップで合成して色をつけたり、して完成原稿まで持っていきます。で、その過程を、見せますね。まずこれがネームというもので、絵コンテみたいなものになります。で、見てわかるように一番下のコマとかはもう実際僕が撮影した写真っていうものが、そこに配置してあって、その上に、キャラクターを載せていきます。で、こういうふうになっていって、で、これで、完成になります。で、この、その背景をどうやって加工しているかっていうことをちょっと見せたいと思うんですけれども、これが、実際の写真なんですけれども、すごくこれ微妙な問題なんですけど、実際の写真っていうのはいろんな実際にある看板が写っちゃうんで、それを使うとこう著作権的にアウトみたいなことがあるので、そこら辺は全部手作業で、直していきます。で、これが完成の背景なんですけれども、作業の流れとしては写真をまずフォトショップで、白黒に変換して、で足りなくなったアウトライン線を、うちのスタッフが、書き加えていくという作業になります。で、こういうやり方で今まで15年ぐらいやってきたんですけれども、長年やってきて問題になったのが、写真で準備できない背景っていうものを描けなくなってしまったんですね。だから他の作家の人とかもそれがすごい今問題になってて、例えばヘリコプターを飛ばしてそこから写真撮ったりとか、そういうやり方をいろんなことをしてたんですけれども、それでもやっぱり、必要な、例えば入れない、重要な建物とかそういう場所はもう3DCG で作るしかないっていうふうにな結論になりました。でそれでじゃあ実際それで作った 3D の CG なんですけれども、これは日本の国会議事堂なんですけれども、これは
写真を撮るにはこう結構許可をちゃんと取んなきゃいけなかったりとかするので、もうこれはもう丸ごとうちのスタッフに頼んで、丸々作ってもらいました。で、これはもうほとんどあの写真と同じような過程で、背景にできるので、それが、次の画像になります。で、これが完成形です。で、実際の漫画の中でどうやって使ったかというと、こういう感じで使いました。それで、まあ、僕もちょっとそうやって、スタッフと、2人で 3DCG の勉強を、して2人とも初心者だったんですけれども、まあ、ある程度簡単なところまではあの自力で作れるようになったんで、で今度作れるようになってくると、まあ、いろんな欲が出てきて、あの背景だけじゃなくて例えばキャラクターも 3D で作ったらすごくこう楽になるんじゃないかなと思って、それで、デデデデの中ではロボットが出てくるんですけども、その画像をちょっと見てもらいます。それで、これが、実際の漫画で使った、元になっている画像なんですけども、実際の写真と 3DCG を合成したものをさらにフォトショップで加工するという流れになってます。で、3D を使う利点っていうのはいろいろあるんですけども、一番大きいのは例えばこう自分が、想像で作ったロボットとかを他のスタッフに描かせるときってどうしてもこうイメージが一致しないことがあるので、 3DCG で下書きを準備しておくと、あの僕が予定していた通りのものが出来上がってくるんですね。それがすごくあの利点だと思います。で、このロボットを使った他のシーンなんですけれども、これが完成形で、他にもこういう感じで、実際漫画に落とし込んでます。で、実際これやってみて、まあ、僕の予定通りの絵が出来上がってそこはすごく満足しているんですけど、僕はちょっとこの作業がもっとスピードアップするっていうのもちょっと狙いとしてはあったんですけれども、実際は例えばこの絵を作るのに、まあ、手で描けば半日で終わるんですけれども、実際これ作るのにあの多分1週間ぐらいかかっちゃう、このページを作るのに1週間ぐらいかかっちゃったりするケースもあるので、全くその効率化にはつながってません。まあ、ただやっぱりこうすごく細かいディティールみたいなものはあの僕の漫画にはすごい必要なものだと思ってるんで、それはどうしても外せないっていうのはまず一つあります。で、それを、まあ、僕も書くしスタッフも書くんですけども、やっぱりそれをスタッフに強要するとあのスタッフが壊れてしまうので、あのやっぱりこう 3D の良さと便利さみたいなものを、ちょうどいいバランスを今模索しているところです。じゃあ他の、ケースなんですけども、デデデの中には大きい、宇宙船母艦と呼ばれている、マザーシップですかね、があるんですけど、それも、CG で作ってあって、こういう感じで作ってあります。で、この細かいディティールはやっぱりこうスタッフに書かせるわけにはいかないっていう、これは僕の優しさです。まあ、あとは、背景に関して言う、さらに言うと、自分だけじゃ想像できないような、街の景色であるとか、そういうものっていうのは 3DCG っていうのはいろんなこう偶然性に頼って、自分は予定してなかったものがいきなり出来上がるみたいなこともあるんですね。で、それを、使って、それを絵に起こすみたいなこともしてます。で、これは、漫画じゃなくてイラストの仕事だったんですけれども、こういう感じで街の背景を作りました。で、この CG の特徴は、ちょっとこの上のあたりを見てもらうと分かるんですけど、実際の写真を 3D の表面にテクスチャーとして貼り付けるっていうことをしてます。で、これを全部 CG で作ることはすごく大変なので、こうやって写真を使うことによって短縮して、でそれを、さらにこういう広い範囲の街として使って、でそれが最終的にどういうイラストになるかというと、完成形がこれになります。
僕はそのイラストの仕事もすることが多いんですけれども、だいたい基準として1枚1日か2日で終わらせるっていうのがまあ自分の中の決まり事なんですけど、このイラストに関してはその CG の練習という部分も含めてやってたんで、これは 1ヶ月以上かかりました。他で言う と、まあ、今のところロボットと背景の話だったんですけども、それ以外にも例えばその漫画の中の演出の部分で、手書きじゃなかなか難しい効果みたいなものも、CG で作ったりしました。でそれがこれになります。これはデデデの中でまだ、こっちでは発売されてない感ですけど、タイムスリップをしているシーンなんですね。でそういうものも、これはもうやっぱ CG じゃないとできない表現だったんで、いい効果になったなと思ってます。それで、今一番最新というかチャレンジしているものっていうものが、キャラクターそのものを、3D にするっていうことをやっていて、それがこれになります。でこれは 3D のモデル自体にアニメーションが組み込まれていて、実際走るモーションっていうものがついてます。で、それで、ある程度ランダムに走っている姿を、画像として取り出して、それを実際絵に使ってるんですけども、実際使ったシーンっていうのがものすごくキャラクターがちっちゃくて、多分手で描いたら5分ぐらいで終わるものなんですけど、すごくこれは大変でした。見てもらうと分かるんですけど、これすごくちっちゃくて、もう あそこなんですね。一回こういう風に CG で使えるようになっちゃうと、僕に怠け癖がついちゃって、本当にここのシーンどうしても描きたくなくて、もうスタッフに丸投げで CG で作ってもらいました。で僕はその今後漫画は漫画として描いていきますけれども、それとはまた別にいろんなチャレンジをしたいと思っていて、で今僕がやりたいと思ってるのは、一つの街を丸ごと CG で作って、それを舞台にした漫画を描きたいというふうに僕は考えてます。それで、試しに作ってみた、街っていうのが、こういう感じになってるんですけども、まだまだクオリティは低くて、だからもう個人レベルじゃちょっと無理になってきてるんで、今ちょっとこう 3D の会社の人とちょっと会って、コストがどれぐらいかかるのかとか、そういうことをちょっと今話し合いしてる最中です。なんですけども、この間それでコストを出してもらったら、だいたい1キロ四方の町を、まあ、東京の、繁華街を 3D で作るってな、それのコストがいくらになるかって聞いたんですけど、それが3億円かかるって言われたんで、ちょっと僕のお金じゃもう足りないんで、今ちょっと計画を立て直してます。そうだから漫画の良さっていうのはお金がかからないっていうのがまず最初にあったはずなんですけども、やっぱこう長いこと書いてる間にどん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 そこを忘れてきてしまって、なんかこう予算というかな、まあ、自分のお金がある限り贅沢な作り方をしてしまうっていう風な発想になっているのはちょっとまずいかなと僕は思ってます。だから、まあ、そのうち僕の予想なんですけれども、こういう CG みたいなことをやめて一人で細々描いていくじゃないかなっていう気もちょっとしてるので、まあ、その時は僕が投資に失敗したっていう風に考えてください。でもその CG を使ってすごく良かったなってことがちょっと漫画とは離れちゃうんですけどあって、例えばこの、フィギュアなんですけど、これとかは僕が作った 3D のモデルを、そのまま、フィギュアに落とし込んでたりするんで、こういう、なんていうのかな、その別の漫画とは別のものにもその融通が効くっていうのはすごく 3D のメリットだなと思います。それで、まあ、最後に見せるものは、今回のポスターなんですけど、最初に、3D でどういうふうに作ってるかっていうものをちょっと見てもらいます。まあ、見ての通りこういう感じで、3D 上に漫画本を大量にこう散布して配置してあるんですけれども、この漫画本っていうのもこう一冊一冊全部こう
僕とスタッフが作ったオリジナルの表紙になってます。で、その漫画本がどんな感じだかというと、まあ、こういう感じで一個一個全部手書きで作ってもらって、大体これが100パターンぐらいあったと思うんですけども、それをもとに、今度は漫画の本を閉じてる状態、開いてる状態、半開きの状態っていう 3D モデルを作って、それを配置してしました。それで、完成形が、これが一回ネームというかラフですね。イラストのラフがこういう感じになっていて、それをフォトショップで加工したものがこれで、最終的にキャラクターを、重ねてこれで完成という感じになっていきます。と、まあこういう感じなんですけれども、まあとにかくさっき言ったみたいに、その実際の制作にかかるコストというか、まあ金額というよりもその時間的なコストが、僕の昔と比べてどんどん変わってきてしまって、特にイラストに関してはもう際限なく時間を使ってしまうので、まあこれは考えどころだなとは思うんですけれども、やっぱりこの自分が今まで使ったことがないツールっていうものはすごく魅力的で、なんかこうすごい探求心を駆り立てられるんですね。だからこれは本当にもうやめられなくて、僕のが漫画を描いたりイラストを描くモチベーションになってます。まあ、大体こういう感じなんですけれども。And that's basically it.